はい、皆さんこんにちは、パネルングルビッシュです。今回ですね、プレイしてるゲームは信長の野望創造パープキットのですね、前回武田信玄でプレイをした川中島の戦いを今度は上杉側で、お届けしてみたいと思います。すでにですね、川中島の戦い上杉側の直前まで進めてあると思います。ちょっとまだ進めてないのでわからないんですが、おそらく川中島のイベントと思われるものが始まったので、ここからお届けしていきたいと思います。シナリオはですね、桶狭間の戦いのシナリオなんですが、武田信玄でプレイした時はすぐ川中島の戦いのイベントが始まったんですが、信玄の場合と違って謙信の場合はですね、ちょっとその前にいろいろやることがあって、北条攻めを少し進めないと川中島の戦いのイベントが始まらないというのがあったので、その直前まで進めてあるというところからプレイしていきたいと思います。で、上杉軍がこの動きを封じるにはというのがですね、信玄が北信濃を中心に攪乱作戦を行ってたびたび行ってきているというのがあったので、この動きを封じるために武田軍の北信濃の前線基地海津城を奪う必要があったというところですね。で、すでに信玄率いる武田勢は北信濃に集結しつつあるということなので、これからすぐに川中島の戦いが始まるものと思います。まずは西条山にて敵の様子を伺うということで、西条山に出陣するというところから始まるものと思います。そうですね、戦国伝川中島の戦いと。西条山で待機なので、西条山に向けて出陣をさせていきましょう。西条山に布陣させるのは柿崎がここにはいないか。これを西条山に出陣させると、柿崎がここにいますね。これも西条山に待機と。ちょっと全軍だとやっぱりちょっとまずいよな。謙信が出陣するときに兵がいないと困るんで、半分にしましょう。で、これでいいですね。これを最初に。で、これでちょっと様子を見ましょう。で、ちょっとあまり関係ないところにはなってしまうんだが、ですが、ちょっとね、戦国伝、他の戦国伝が続いているので、ちょっとこれだけやらせてください。敵の軍勢が来てるか、里見家に、頼んではどうかということですね。ちょっと援軍の要請をしときますか。じゃあ、ちょっとね、守りきれるとは思えないんですが、迂回させる必要はない。最初さんに夫人、あれ、ちょっと夫人させる軍勢が足りないかな。ちょっと戦国伝の様子確認させてくださいね。
上杉正虎が西条山に布陣。うわ、上杉正虎もやっぱ剣心も出さなきゃダメだったか。迂闊だったな。まあ、900いるのでなんとかなるでしょう。急いで西条山に向かわせます。城が取り囲まれました。三旗立てなしもご承諾あれ。止まれ。これでここに剣心もところに信玄が来ましたね。これでどうなんだろう。始まるかな。お、始まりそうだ。川中島の戦い始まりますね。これは西条山に布陣した上杉軍は全く動こうとしなかった、剣士の軍略を信じる上杉軍の統制に乱れはなかったが、一抹の不安が軍全体を覆っていたのは事実であった。これからどうするのか、どうなるのか、そんな不安をよそに、剣士は敵城を一望できる本陣に静かに杯を傾けていた。まあ、剣士は大の酒好きだったというふうに言われてますね。剣心は突如として立ち上がると全軍に進軍の準備をするよう命じた。物音を立てるな。これより全軍で八幡原に出る。陣払いにございますか。いかがされたのですか。見えぬか。城の飯炊きの煙の様子がわずかばかり多いと。剣心はこの飯を炊く煙の量を見て敵が動くというのを察したというふうに言われています。で、武田軍はですね、山本勘助、軍師山本勘助の木継ぎの戦法を採用して隊を二手に分けてるんですね。一隊は八幡原、これは謙信迎えるべく春信の本陣、信玄の本陣です。でそしてもう一隊が西条山に登ってですね、謙信を追い散らすという馬場信春と高坂正信の軍勢ということで、軍勢を2つに分けたんですね。つまり兵力が二分したというのを察した謙信は、手薄になった信玄の本陣を突くという作戦を取ったわけです。でまあ史実ではですね、まあ、前半は謙信、後半は信玄が勝った戦いだというふうに言われています。さすがは軍神、甲斐の虎よ、いざ雌雄を決算。かかれ。信濃の国川中島で龍虎相打つ激闘が繰り広げられた。甲斐の武田、越後の上杉、神武に優れた両雄が直に刃を交えたのである。覚悟、うん、実力の拮抗する二人の戦いは熾烈を極め、後世まで伝わる名勝負となった。はい、ということでイベント回戦始めていきましょう。我は敵本陣を突く、狙うは春信が首ただ一つということですね。まずは、味方、敵の陣立てそれぞれ見ていきましょう。まずは味方ですね。斉藤1500、柿崎1500、村上義清1500、西条山への抑えとして、1500、謙信本陣が4000ということですね。で、一方武田、春信こと信玄3500、勘助1500、信門1500、
正影1500と総勢8000の部隊ですね。ですので、おそらくですね、西条山この辺りから馬場信春とか高坂正信の援軍がやってくると思うので、その前にもう仕留める必要がありますね。なので全軍をもって信玄の本陣に突撃をかけます。お任せください。狙うは謙信の首一つということで、謙信に備えましょう。で、西条山への抑えとか、まあ、1500残しておいてもほぼ意味がないので、全軍をもってまさに謙信の陣に突撃を開始していきましょう。西条山から来る援軍を待たずに承知いたしました。信玄を撃つという作戦ですね。行きます。我らの意地見せるは今ぞ。有効なのはないかな。我に続け、うん、我に続け。蹴散らせ。貴様に決めるか。守備を強化して決めるぞ。承知いたしました。かかえ。あー、もう早くも来たか。援軍ですね。そう、決着を急ぎましょう。決着を急がないとやられるぞ。逆に車がかりがまだたまらないか。陣地すべてを込める。我に続け。引け。ミラの者続け。退却せよ。とにかく謙信の力を持って信玄を一気に、おお、信玄隊を撃破した。川中島の戦い達成ということで、まあ、特に何か作戦をいろいろ考えたわけではないんですが、全部隊を持って信玄の本陣を突くという作戦が功を奏したようです。軍心を取得した。というわけで、今回はですね、前回武田信玄側で川中島の戦いをお届けしましたが、今回は上杉謙信側で川中島の戦いをお届けしました。いかがでしたでしょうか。まあ、特にね、何か凝った作戦を練ったりとかっていうのはせずに全軍を持って突撃させただけだったんですが、まあ、それなりにやりがたいのあるところをお届けできたんじゃないかなと思います。ぜひ皆さんもやってみていただければと思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただいた方ありがとうございました。